なあガッツ、鷹の段に来る前はずっと一人で傭兵でやってたのか。いや、だいぶ前だが傭兵団にいた。それからは一人だ。ま、詳しいことは聞かないよ。傭兵やってりゃ何かしら言いたくない過去は持ってるもんさ。はあ、ピピンよく食べられるね。俺もうヘトヘトで食欲ないよ。食える時に食え。何が起きるかわからん。ピピンみたいな大きい体と肝っ玉が欲しいよ。大将首いただくぞ。対象を潰す。話は簡単だ。お前の活躍楽しみにしているよ。ま、気楽に行こうや。よし、行くぞ。無理をするな。周りをよく見て進め。これより進行を開始する。こいつは貸しだからね。援護するよ。手を貸そう。俺の足引っ張んなよ。君すぎるの。Oh!
いぶ稼がせてもらったぜ。鷹のダウンはどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。そんなもんかね。でも、強いて言えばグリフィスかな、やっぱり。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血生臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。